正直やっていこう。今は10時か。あとまだもう2時間分ぐらい、1時間半ぐらいできるかな。あ、こっちでも持ってきたよ。マジにナディア全然知らん人からしたらこのジャンとナディア何なんて言うんですよ。グランディスが主人公なんかみたいな。アイーダって突撃あるんや、そういや。邪魔です。はい、あれや、ニュータイプとかでも何でもないからな。いやでも今回使うキャラクター多そうやな。ちょっと
と省くキャラを作っていかないかん。お、ルンゴーレム、うえぇ、シーブックなんや今回。セシルに指揮官能力ついてそう。セシリー、セシリー、すごいな、今回シーブックなんやな。どうなんやろう、前は量産型 F91 やったからあれやったけど、さすがに指揮官はついてないか。あれベラさん、援護攻撃ついてる、ひらめき、空中 B や。お前空中浮いてない、空中浮いてないわ、空中 B が多いな。
ないですよ、多分。ここで叩かなければならない。やれることを全力で。動きが遅い。ちょっと待て、あの見たらいかんところ見てしもた。クロスボーンガンダムとかもやっぱいるんや。ガンダムみたいにあのシールドを減らしてウェッカーナやな。シールド半分だけ展開させてから攻撃するってことでしょ。あ、しまった。ボス戦うときに集中使えるんだ。
なんでこんなところに来るんだよ。こいつを使うしかない。当たれよ。エンディングの曲ならんかな。今つこうたらあれボスが与えれんよ。いい動き、アッパさんに感謝。ビームでもだったよ、死ぬビームで。一方的にやられるつもりはない。重心を安定。よし、逃がしはしない。ああ、そう、見とかねいかんかった。忘れとった。今回は量産型じゃないな。そっちが攻めてくるんだから死なないでよ。邪魔をするなら容赦はしない。そこだ。エンデよ、この困難を乗り越える力を。地の神エンデの名のもとに、雷撃のドグマ、ニタルス。
おお、収束も受けそうやな。いい感じ、この調子でいく。なんかこういう風な敵倒したら新しい技を覚えていくタイプ。艦長、余計な心配をかけないためにはこれを使えばきっと。あっ、今すごいな、今の回収型みたいな。いかん、オドの収束を維持できん。地の神エンデの名のもとに雷撃のドグマ、オニタルス。今こそ見せます。私の、私だけのドグマ。行きなさい、ゼルガード。これが電光石火です。キックなの？
あー、なるほどなるほど。うん、すげえな。ああ、よかったよかった。あ、一回したことあるからみたいなのかな。
しいな。絶対リュージュもあるな。伝説を終わらせ、私が新たな伝説を作る。これ全然プラン。うわー、すごい。プラズマ食らうならば。何の？手強い奴が来たなら、ビームライフルでダメなら、ベスター。貴様は戦士。変えていい？トビア使わないから。レコンギスタも楽曲ないかな。あ、Gの閃光もあるわ。
ここで爪将棋士とかあると微妙なとこ行っちまったかな。ナイフ。ビルディでどこに刺さるかあるのかな。しつこいんですよ。あなたって人はなすべきことをなすために。おあんな無理やな、やめとこう。ザマ、ザマショーだな。
が一人だけパワーバランスがおかしい。代わりに出てくる可能性高いな。マジ旋回力だけ結構なんか、あ、戦闘シビアル逃げんなよ。爪将棋じゃないんやから。you
当たらんか。やべえ、セシリー使いたいけどな。さすがにメンバー多すぎるわ。
れ、あれや。これ音かな、俺感じがわからん。ちょっと待ちください。いきなり天地明察ってなかなか出てこないだろ。あのピコンってなったらあれなんかな、100ポイントくれるんかな多分。ちょっとはな、予備も置いとかないかんねんやけどな。ということで今回はここまで。